んですけど、風がちょっと強めなのでマイボートでクルージングしようと思います。じゃあフロントのロープ外していきます。Thank you.
られる場所です。ここはいつも自衛隊の潜水艦が停泊していて、まあメンテナンスとかのためなんですかね。あ、ちょうど後ろから来ました。ああいう港巡りの船が神戸にはたくさんあるんですけど、ああいう船でもここに潜水艦ありますよっていう案内をするそうです。めちゃくちゃ派手。
神戸、わかりますかね、見えるかな。これもめちゃめちゃ有名ですよね。映えスポットとしてめちゃくちゃ有名です。やっぱり港町っていうだけあって綺麗ですよね。海洋博物館の奥にはホテルオークラ、あの大きい建物です。そこからずっと東の方に行くと、あの大きい船、何隻ぐらいあるの分かりますかね、あの白いやつ。あそこは海上保安庁の第5管区の基地になっています。そこから海の安全を守ってくれているんですね。ゆで。じゃあ U ターンします。
したでしょうか。まあね、こういう状況どこでもいいからちょっと仕掛けを落としたいところなんですけど、今日のところはおとなしく帰ります。ちょっと無事係留できるか不安ですけど、そこもチャレンジしていきたいと思います。じゃあ出発します。きつかったみたいです。でも入れれました。